秋葉原駅前の皆様こんにちは。この度自由民主党総裁選挙に立候補いたしました安倍晋三でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。私は小泉総理とともに5年間改革を進めてまいりました。今改革をそろそろやめた方がいいんじゃないか、一休みした方がいい、こんな声を聞きます。皆さんそれで本当にいいんでしょうか、改革を止めていいんでしょうか。私は決してそうは思いません。しっかりと改革の炎を、松明を引き継いでいきたい、こう思っています。日本の人口は減っていく、そしてまた企業も世界の中で競争に勝ち抜かなければ生き残っていけない、そういうグローバルな社会になりました。構造改革をしっかりと前に進めていかなければ皆さん日本の未来はないんです。しっかりと私たちはさらに改革を進めていくべきだ、まずそのことを申し上げたいと思います。そして3番目は国を開いていくことが必要です。日本を、日本の社会を、そしてまた経済を開いていかなければいけません。世界から優秀な人材がどんどん入ってくる、そして日本に投資がどんどん増えてくる、そういう国にしなければいけません。世界の人たちが日本に行けばいろんな可能性がある、そう思って優秀な人たちが日本にやってくる、自分の子供を日本に連れて行って教育をさせたい、こんなことを思ってもらえるようなそういう国にしていきたい。またそういう人たちに対して私たちは寛容な国でなければならない、こう思っています。そしてまた国同士がお互いを開いていく、自由貿易協定等をもっと広げていくことによって私たちは消費者を日本国内だけではなくてアジアに世界に消費者を得ることができます。日本の製品を世界中に売っていく、このことも可能になっていく、この3つのことをしっかりとやっていけば皆さん日本は力強く成長をしていきます。そうなれば一人当たりの収入だって増えていくんです。本当に豊かな成熟した国になっていく、そのための成長戦略をしっかりと実行していくことをお約束をする次第であります。成長戦略の改定に向けて最速のスピードでドリルを回して発信していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。